あのね、今月の家賃が足りないの。つまりこのままだとお店が潰れちゃうわ。このお店儲かってるのかって。そんなこと言ったって、商品が売れないのがいけないのよ。ポンポン。はあ、とりあえず今月の分は肩代わりします。家賃おいくらですか？ねこれくらいなんだけど。それくらいならなんとか。ルルはありがとう。ルル、あはん。よしよし。けどこのままじゃダメですよ。今月はどうにかなっても来月は。そうよね。ならどうすればいいのかしら。それはもちろんお金を稼ぐんです。このお店を儲かるお店に変えるんですよ。儲かるお店に変える？でもどうやって？そうですね、パッとは浮かばないかな。よし、こうしましょう。お互いにお店が儲かる方法を考えるんです。そうすればきっといい解決策が見つかりますよね。ルルは、そうよね。私もしっかりしないと。ありがとう。私いろいろ考えてみるわね。はい、私もとびっきりの方法探しておきますから。頑張りましょうね。